はい、皆さんこんにちは。ただたまんの一人暮らしレシピへようこそ。まずはチャンネル登録をお願いします。今回はあまり料理をしないアウトドアキッチンの第3回です。寒くなってきたので鍋です。鍋をやります。材料を切ってくれば煮るだけでできる鍋物はあまり料理をしないアウトドアキッチンにぴったりですね。そういうことだ。今回はこのスキレットで2ラウンドに分けてやりますよ。鍋って言ったら土鍋じゃないの？それに2回やるのめんどくさいでしょ。ちょっと悩んだんだけど、土鍋は割れるのが怖いけどスキレットは重い。アウトドアに持っていくのにどっちを取るかだね。なるほど。それから2回に分けたのはちゃんと理由があります。何？それは食べてのお楽しみってことで。はい、設営状態はこんな感じで、高さの違うテーブルを2つ使ってみようと思います。隊長、いつもと場所が違うようですが、ここはどこですか？近くの河原だな。いつも行くお山は寒いですからね。そういうことだ。はい、それでは1ラウンド目、キムチ餃子うどんです。はい、出来上がりましたが、餃子が煮崩れてますね。ワンタンとミートボールみたいなね、そんな感じになってます。はい、じゃあまずはコミちゃんどうぞ。隊長、美味しいですよ。餃子の肉汁もスープに混ざってます。はい、それでは2ラウンド目に行きます。ささみキムチうどんということでね、うどんなんですけれども、餃子に代わって鶏肉のささみがあります。この鶏肉に醤油とかだしとかの味がついているので、ちょっと味噌と、その醤油味が混ざって美味しくなるんですね。ニラとかネギとか、この辺の食材は全部一緒ですね。というか持ってきたものを全部使い切るスタイルです。はい、できてきましたけれども、もう一煮欲しいところですね。1ラウンド目で煮すぎてしまったために汁の量がだいぶ減ってしまったんですね。それもあって使ってない部分があるというところが大きいかな。
今回高さ違いのテーブルを2つ使っていますが、メリットとデメリット両方ありますね。で、1回目は冷ましたくなかったんで火にかけたままやってましたけど、これが取り分けるのにちょっと遠かったね。なので2回目は食べるテーブルに移して食べることにします。食べるテーブルに移して食べる、店長、今回も美味しそうですね。店長、本日は何点でしょう。ちょっと寝すぎちゃったので、うどんがちょっとボロッとしてた、ね、最初ね、ちょっと煮すぎちゃったからマイナス10点で、でも美味しかったからプラス2点で、2個目も、味変の方も美味しかったから、プラス3点で合計95点です。なるほど、95点出ました。今日もいい天気です。わけで今回は、キムチ餃子うどん、キムチ餃子うどん美味しかった。キムチ餃子うどん、あまり料理をしないアウトドアキッチン第3番キムチ餃子うどんでした。ごちそうさまでした。また見てね。また見てね。バイバイ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 。バイバーイ。